野菜を食べる。無性に野菜を欲する日がある。前回は1年半前、その時は洋風の野菜の煮物ラタトゥイユを作りました。冷やして食べる煮物ですが、夏だったので美味しくいただきました。今は冬です。1月です。あり合わせ野菜でオーブン焼きにします。家にあったもの、玉ねぎ、人参、レンコン、ブロッコリー、ニンニク、トマト、側の赤い大根もしかしたらカブラかも。大きさ切り揃えます。今日はすべて大きな一口サイズ。同じ大きさにすると見た目がよく食べやすいです。レンコンは穴があるので細かく崩壊しないように気をつけて。トマトはヘタを取り大きめにカット、煮崩れ当然。皮に包丁が入らないときは刃を立てて切りましょう。柔らかく下茹でしましょう。ブロッコリーは塩茹で、色鮮やかに仕上がります。オリーブオイルで炒めていきます。ニンニク、玉ねぎ、人参、大根、バタ、カブラ、レンコン、トマト、塩濃いめ、タイム、白ワイン、バルサミコ、野菜の茹で汁、最後にブロッコリー。煮詰めます。耐熱皿へ移し替え。思っていた以上に大量にできてしまった。子供に忖度、チーズをかけました。食欲そそる焼き上がり。バケットに乗せていただきます。野菜だけでたらふくにいい食事でした。